にちは、こんばんは。今回は購入品があるのでそちらの紹介をしていきたいと思います。今回は乃木坂のウェブショップと日向坂のウェブショップで買ったものを紹介します。ちょっと少ないのですぐ終わってしまうと思うんですけど、はい、まず乃木坂から紹介します。はい、こちらですね。まず46時間テレビの2段っていうんですかね、の方の真夏大好きタオルになります。はい、これは1回目の発売の時は買い忘れてて、第2回目みたいな再販の時に買ったんですけど、はい、真夏かわいいタオルをね、前回46時間で発売されてると思うんですけど、はい、やっぱそれと揃えたいなということで、ちょっとタオルはもうあんま買わないかなって思ってたんですけど、これはやっぱかわいいので、はい、買いました。はい、で続いては、はい、同じく46時間のランジェですね。はい、ランジェは青いランウェイって書いてありますね。はい、でこんな感じでちょっと少ないんですけど、乃木坂のウェブショップでの購入品は以上になります。続いて日向坂でのあれなんですけど、ラサダの缶バッジをね5個買いました。でちょっとすでに開封をしてしまってて、友達と送料分けて買ったのでその場で開けてしまったんですけど、開封結果だけ紹介します。はい、まず1個目ですね。がしほちゃんでしたね。しほちゃんはちょっとすでに提供が決まってしまったので、はい、提供できないです。ちょっとこっちに置いてきますね。で2個目が、はい、2個目がミーパンですね。はい、こちらは提供できます。で一応ひなのが1個入ってくる予定があって、で鈴鹿ちゃんを最低でも1個希望してて、でひなのは持ち欲しいかなと思ってるので、もし書いていただける方いればお願いします。で3個目がサリナでしたね。このね、美女みんなめちゃめちゃいいですよね、かわいい。はい、で4個目ですね。4個目が、はい、ニブちゃんでしたね。このニブちゃんめちゃかわいいですよね、髪型がまずかわいい。はい、でラスト5個目ですね。ちょっとできれば開封動画撮りたかったんですけど撮れなかったので、ちょっとね結果って感じになってしまって申し訳ないんですけど、はい、ラストもね、はい、ニブちゃんでしたね。まさかのちょっと5個で被ってしまったんですけど、8個友達と合わせて買ったんですけど、友達もサリナとニブちゃん引いて、そうめっちゃ被って偏ってましたね。はい、こんな感じですね。ニブちゃんとミーパンとサリナで鈴鹿ちゃんとかひなのに書いていただければなと思います。はい、ではちょっと短い動画になってしまったんですが、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。